せめてこのブランチだけ、クリアして、で次回じゃないや、残りはあのざっと見てこんなんできねえよって言って、あの一旦このシリコンゼロズの配信は中止ということにしようかなと思います。申し訳ねえ。ユートピアってなんか書いてましたね。これもしかしてこれがラスト問題になるのかしら、ちょっとわかんないけど、まずはブランチ。フローコントロール、まためんどくさいことをしだしたな。チョージングインストラクションとエクスキュートベースオンザカレントステイトオフザマシン、I think I can sort that out。 ちょっとよくわからん、よくわからんけど、あ、なんか出てる、また新しいのが。ブランチ、if register equal, if registers 1 and 2 are equal, go to slot 50番 and continue execution。 あれか、if then みたいな感じの命令なんでしょうね。っていうことは新しいモジュールが出てきてるん、あ、違う、モジュールじゃなくて、その命令に対応したうんたらをしろっていうこと、私がめんどくさいことさせんな、まだ、あ、イコール出てきたよ、そういうことか、自分でやれって。はあ。いや、ちょっとねこれはプログラミングって言っていいの？違くない？なんかハードウェア設計の話ですよね。私にはまだ早いわ、これ。本当に。まあ一応いつものやつを呼び出しといて、で、まあいつものようにリーダー出して、それから、オペレーションセレクター出して、デコーダーも出して、あ、まあ、この辺はいつものセットということで、うん、この辺のセットレジスターとか向こうから取ってきて、さっきのやつコピーして持ってくればいいのでは？ちょっとコピーしてこよう。ジャンプ。どこまで必要かな？ジャンプじゃない。これか、ロード CPU。これね。これをちょっとどの辺まで必要かわかんないけど、多分アットレジスターとか使うでしょう。全部コピーするか。全部コピーして、これ足して、名前を、なんだろう、そのまま入れるか。ロード CPU として、保存しといて、で、ブランチの方で、ちょっと一回全部消して、読み出して、大掛かりだね。セットレジスターとかアットレジスターとか、今までの使い方ですもんね。ちょっとこれでどうなるかだけ見てみるか。最初にセットレジスター、0に31に40が入る流れになりますね。テスト。30が入って40が入って、次、アットレジスターも出てきてますね。で、70が出てきていると。ジャンプもあるから、ジャンプから持ってきて、ジャンプある？あ、本当だ、あったわ。なんてこった。ジャンプモジュールは、うっそ。ジャンプか。っていうことは、この辺を変えなきゃいけない感じですよね。あ、オッケーオッケー。ブランチ、アットレジスターが今実行されて70が、2番に入る。はい、入ったところ。で、次、問題ここね。これ何すんの？ if レジスター1と2が、1と2がイコールだったら50に飛べ。ってこと？イコールじゃなかったら、ここか。イコールじゃなかったら40番に飛ぶってこと？難しない？本当に、if then else じゃん、これ。いや、ちょっと、
ちょっと最後、この時間からやるのは辛いな。これまた1時間以上かかりそうな予感。まずここから行こうか。ブランチから考えよう。ブランチから考えよう。まず1番と2番の値を比較するところから考えましょうね。ジャンプの応用でそのまま実装できそう。そうっすかね。ああ、まあまあ、そうね。ジャンプする、命令文の移動に関しては、あれをただここに持ってくれば、いいだけなような気はするので、そこは大きな問題ではないといいなという希望的観測。で、やることは1番、レジスタ1番とレジスタ2番の値を比べるということがまずやんなきゃいけなくって、で、2番の値はここでなんか出てきてるから、1番の値をまず読み込む必要があります。30ね。なので、ここにまず1を入れてやりたいから、この1をブランチのとこにつないでやって、そうすると、これね、ほんと変更するといちいち最初に戻るのがちょっと厄介よね。はいはい。これで1が出てくる。で、でいいんですよね。1番と2番の値。1番の値と2番の値が出た。で、これをじゃあ比較することになります。最後にセーブがあるな。このリーダーなんだろう。まあいいや。この辺ちょっと後回しにして。じゃあ、イコールモジュールを使っていきましょう。ここと、ここで、で、問題は、そうか、ここでジャンプが絡んでくるのか。ここでイコールだったら、50にジャンプするっていうことでしょ？ちょっと待って、ってことは、ジャンプモジュール群をまず実装しよう。これか、GoTo。これどうなってんの打ったけど覚えてないが打ったけど覚えてないが、これが値でしたっけ？ちょっと。これだっけ確か。0、1、2、3、あ、変わんね。この辺からか。3、ブランチ、ここか。ここか？ブランチの時にこのジャンプモジュールがどういう動きをするかっていうことをまず決めてやんないとダメじゃない？多分。ブランチの時に、これ何？ここか。ここで50を取るか40を取るかっていう話なんですよね。40？ じゃあ違う。ここで50を取るか4を取るかっていう話ね。で、ここで4。ここか。なるほどね。ブランチの時だから、ここの数、もう一回。ここね。ブランチの時の値がここに出てくるってことは、ここに設定してやんなきゃなんなくって、で、ここに50か4が来るってこと。で、4はここにあるから、
ここでイコールを使って条件分岐させてやる必要があるわけですね。はいはい。そこまでは理解できる。で、どうやんの？ここでイコールを使うことになるわけですけど、多分。イコールだったら50が来るんでしょ？ここの 2つの値を比べて、イコールだったら50が来る。イコールだったら50が来るってことは、ここで、アウトプットセレクターですね、きっと。違いますね。インプットセレクターですかね。インプットセレクターですね。これ向こうでいいよ。インプットセレクターでこっちの値かこっちの値かっていうことよ。OK。ここでイコールが出してて、イコールだった場合には、ブランチイコールだった場合には50に飛ぶから、イコールだった場合には50に飛ぶ。だからこれでいいんじゃね？これをここにつなげる感じ。多分。やってみよう。テスト。最初は1ずつ増えていき、セットレジスター、アットレジスターでブランチが来た。はいはい、いいんじゃない ?4 来たよね。ブランチの条件分岐で今、ここ、2つのレジスターの値が一緒ではないから、これが0になって、で、次の行に、メモリの4番に飛ぶことになります。順調ですね。いいですよね。これでいいんですよね、きっと。うん。で、次が4が来て、4ではここで、40番に飛ぶ。4では40番。あ、いいね、いいね。いいじゃん。OK、OK。思ったより楽に実装できた。あ、しまった。続けてやればよかった。じゃんじゃんじゃん、4。で、次40に飛ぶ。で、40、ん？待って。で、40に飛ぶ。40の命令がセットレジスター。3番に70を入れる。入ってんのこれ。ん？ん？あ、そうか。ここ消しちゃったからか。これどうやってくっつけんだちょっと待って。どうやってくっつけんだこれ。ここか。ここに。ん？ここか。これか。これ、ん？ん？ん？これがいらない感じだな。うん。だな。めんどくさ。こっちとこっちと一緒にしたいけど、なんか一緒にしたら壊れそうだから。やめよう。モジュールが増えることになるけど。こうすればいいや。こうすれば、あ、こうすればわかりやすい。お気づきになられましたね。まあまあまあ。一応ね、これでもこのゲーム長くやってますんで、どれぐらいやったかな？言うてまだでも10回行ってないですもんね。よくこんなゲーム考え出した上にみんなよくクリアするな。やっぱりプロのプログラマーとか、ハードウェア設計者がやるゲームなんでしょうか。とても素人が手出していいものとは思えないけど。これね、一緒にできんのかな？やっぱできるんだろうな。まあ、やんないけど、やんない。わかんないからやんない。動くんだったらそれでよしよ。よし、行こう。で、命令の4番までは行って、で、ここで40番に飛びます。で、40番で、セットレジスターの3に70を入れる。1,2,3。3に70が入る。うん、それはよし。で、次41。
41行目でまた条件分岐があって、2番と3番を比べる。2番がこれ、3番がこれ、あ、私の後ろに隠れてるね。大きくなりすぎたな。2番、レジスタ番号の2番と3番を比べて、それがイコールだから今1が出力されて、そして30行目に飛ぶことになります。いいね。30が出てますね。うん。で、次、30行目で、ここでようやくセーブが来る。これか。多分これだな。多分これだ。30行目の命令が、ターゲットが0、これね。ターゲットが0、これね。うん。で、ソースが3、これね。はいはいはい。いいねいいね。これいらない気がするな。いるかな？いらないかな？いるか。怖いから使っとこう。これはいらないね。これはいらないからちょっと消そう。うん。この辺、そうね。さっきの問題でもオペレーションセレクターが1個削除できるって言ってたし、多分この辺も消せそうな気がしますけど、動くんだから触らない、これ大事。 Windows アップデートもそうです。 今ちゃんと動いてるんだからアップデートはしない、これ大事。よし、お水飲みながら見よう。うん、オッケー。マオさん、どうもこんばんはです。はい、非常に難しい1問の問題解くのに1時間はかかる、シリコンゼロズやっております。今日でもうやめますやめます。最終回というよりもうギブアップ、白旗状態です。こんばんはです。非常に見ててあんまり面白くない感じなんですけど、寝るのにはちょうどいいと思いますんで、布団に入って横になって聞いたり聞かなかったり寝たりしてください。サリチルさん、それで満足できるんですか？もういい、もういい。給料がもらえるんだったらもう働いてるふりでいい、そういう気分。2つモジュールを削除できるみたいですけど、ここ多分ここら辺じゃないかな。うん、オペレーションセレクター1個減らして、でこの辺の、あ、こっちか、オペレーションセレクター、さっきも1個減らせるって言ってましたもんね。だからこの辺減らせて、で、ここの、デコーダーか。デコーダーも一緒にできるような気はするんですけど、やりません。なぜならクリアしたから OK です。次行こう。お？フル CPU 星2か。へぇ。じゃあ、ちょっとまあ見るだけ見ようか。ここ多分星4ぐらいになるんじゃないかなって思ってたんですけど、見てみたいと思います。フル CPU、多分これあれかな。今までの集大成的なやつじゃない？あっさり終わりそうですね。どうかな。だってフルですよ。フル CPU。I'm pretty sure. ちょっと分かったよ。I've set up all the register instructions. レジスタの使い方がなんとなく分かったような気がするみたいな。あ、違う。全部か。add と load と jump と branch と。はいはい。全部理解したような気がしてきたよっていう。time to put them all together. 全部一緒に使おう。It's late enough that I'm getting back.ブレアリーアイド。なんだろう。I need to finish this before I collapse. 頭がおかしくなる前にこいつを終わらせようっていうような話をしてますね。よし。セットレジスターがあって、ロードがあって、ブランチがあって、セーブがあって、本当に今までの集大成ですね。っていうことは、さっきのやつをコピーして持ってくればいいのでは？ということで、また、ちょっと、これ、画面から、シフトキー押しながらだっけ？で、こうして、OKOK。で、これで、登録して、名前を、これが一応、じゃあ、ブランチと名前つけておこうか。ブランチ。うん。あ、コントロール A 使えますか？ありがとうございます。
なるほどね。そりゃそうよね。よし。で、ブランチを置いといて、これ足りてないのなんだっけ？ライト、ロードかな？多分ロードが足りてないんじゃない？ロード、ロード、これか。ロードの仕組みが、ロードってこれ？ですよね。え、これだけ？こっから取ってきて、ここに回すだけ？はいはい、ロードですね。ありがとうございます。こっから取ってきて、ここに回すだけだったら、もう自分でつけちゃえばいいんじゃね？ここですよね、ここ。だから、これか。これ取ってきて、ここに合わせて、で、これをどこにつなげんだ？ロード、これか。ロード、こうか。おい。はい、完成です。本当に？テスト。よくわかんないけど動いております。よくわかんないけど動いております。お、なんか止まったな。なんで止まったんだ。頭おかしくなる前に終わりましたね。いや、おかしくなりそうで、おかしくなりそうです。あ、これあれか。あ、つなぎ直しが発生してる、これ、きっと。この、オペレーションセレクターのあの、つなぐ先が、これか。ロード、あ、ロードにつないでないからか。オッケーオッケー。つないでないからか。オペレーションセレクターの入力部分が増えたから、その分ちょっと入れ替えが必要ですね。だからここも多分、ロードの時に何かするみたいなことが必要なんじゃないの？これか。これつなげる先がロードになってる、これ。あ、なってるわ。あ、じゃあいけんじゃね？じゃあいけんじゃね？テスト。スタート。よくわからんけど動いてる。はいはい。レジスタに値がどんどん溜まっていきますが、なんか条件分岐もちゃんとできてるような気がしますが、どうよ。なんかうまくいったんじゃね？あ、結構書き込みが多い。え、これうまくいってる？ゴールゼロって書いてあるけど、違くね？ロードの時の動作をしっかり確認した方がいいかも。そうですね。なんか違う気がするわ。50番の命令で違う値が入っ、ん？あ、できたわ。あ、なるほどね。一回数字が入ったけど、最後に、上書きされて OK となりましたね。なんかよくわかんないけど動いた。これがプログラムというものです。うん。まあ、確認しなくても動いたんでよしということにします。なんか問題があったら他の人が引き継いでやってくれるでしょう。はーい、ドン&4am、もう4時じゃんみたいなこと言ってますね。これも2つ減らせますね。ベースにしたブランチの設計が2つ減らせる状態だったんで、ブランチがうまくできればこっちもベストを狙えそうですね。ただやりません。コメントも何もねえ。いやいや、なんとかしてくれるはず。よくできたな。でも順々にながら、でもこうやって完成してみるとちょっと愛着が出てきますね。こうやってプログラミングの基礎、いや、これハードウェアの基礎と言うべきでしょうか、作られていくんですね。やったね、クリア。うん。じゃあ、あと、この辺のめっちゃ難しいのを見て、こんなんできるかよって思って終わりにしようと思います。